皆さん、以後お見知りおきよ。さて、どんな私なの？ちょっと道は見える？16時45分の会のためにですね、場所取りをしている人たちがいるという状況ですね。今イベント終わったばっかりなんですけども、もうマークイズ港未来に入るだけでですね、こんな行列ができているという感じですね。まあ、涼しいところを求めて冷房が効いたところに入りたいということなんだと思います。ですね、クイーンズスクエアのコスモワールド側の出口なんですけども、ここもキッチンカーとか出て非常に人でにぎわってます。はい、こちらですね、サブウェイとかマックとかケンタッキーの入ってるフードコートなんですけど、まあ、こんな人でですね、普段ここまで入ってるのを見たことないんで、この橋、まあ、イベントがあると結構混むんですけども、今日も歩くのが大変なぐらいの感じです。はい、ワールドポーターズの中入ってきましたけども、ここもすごい人ですね。こんなに賑わってるのはもう見たことはないぐらいな感じなんですけども、こちらワールドポーターズのフードコートなんですけども、16時近いのに結構賑わってますね。こちらポケモンのキャラとですね、写真を撮るための列ですね。絶好の場所にあるんですが、安定の好き具合ですね。まあ、これでも普段よりはかなり人がいます。はい、こちらハンマーヘッドの2階ですけども、2階もすごい混んでるし、下を見てもすごい人でということで、空調も効いてるんですけども、普段よりも 2,3 度温度が高い気がします。ここもポケモンの撮影スポットなんですけど、かなり並んでますね。はい、こちらはですね、マリンウォークですね。まあ、普段より人は多いんですけども、まあ、お店とかはそこまで混んでないって感じです。ただですね、ポケモンスポットがここにも何か所かあるんですけども、そこだけが行列になってるという感じで、ちょっと歩きにくいところもありますね。ここのポケモンスポットはかなりの人気でですね、すごく並んでます。はい、こちら赤レンガ倉庫ですね。まあ、ここも後でピカチュウが出てくるのでですね、もう並んでるというか、場所取りしてる人たちがいる感じで、赤レンガの中に入ってます。まあ、今16時半ですけど、フードコートもこんな感じで席が取れない感じ。こちらはですね、イベント中のレッドブリックアイランドなんですけども、まあ、ここはもともとこんなもんなんで、ちょっと昼間にしてはいつもより混んでるかなという感じだと思います。じゃあ、クレンガの奥の方はですね、夜になるとここでピカチュウのダンスとか見れるんですけども、これ事前抽選に当たった人だけということで、残念ながら
当たらなかった人とか申し込んでない人は見れないと。まあ海側をですね歩けばちらっと見ることはできます。また泊まったり写真撮ったりは現金って形になってます。ストップですよ、ストップ。はい、オッケー。よし、それじゃあもう一度、みんな、逃げてあげて。いい感じだったよ。